皆さんこんにちは、道のく一人旅でおなじみの山本譲二さん。山本譲二が引退間近の実態、不倫で離婚の真相について紹介します。まずは山本譲二さんの経歴とプロフィールから紹介します。山本譲二は日本の演歌歌手、山口県下関市出身、血液型 A型、身長は174cm、所属事務所はジョージプロモーション、レコード会社は定築エンタテインメントに所属している。琴五郎のペンネームで楽曲の作詞作曲も行っている。ラテン文字表記はジョージ山本を使用する。妻は女優の植木悦子、長女は歌手の山本琴乃。演歌歌手に志して上京、多くの職を転々とする。クラブのボーイ時代に客の飲み残しのビールを飲み干したが、グラスの中にはタバコの吸い殻が大量に入っていたという。肝臓を壊してやむなく帰郷し、ひっそりと療養生活を送る。母親の叱咤で一念発起し、22歳で再び上京。再び職を変えながらスナックでギターを手に2年間弾き語りを続ける。たまたま店に北浜圭介に誘われて芸能界入りした。1974年映画ダーティハリーにかけて伊達春樹という芸名でビクターからシングル夜霧のあなたでデビューしたが、パッとせず崖っぷちに立たされた。1980年30歳の時に道のく一人旅をリリース。北島からはこの曲でダメならもう諦めろと言われていたという。この曲も発売当初は売れず、ヒットにはさらに10ヶ月を要した。1年近く経過後、1981年フジテレビの夜のヒットスタジオに注目曲として出演すると、大きな反響を呼び大ヒットし、ようやくスター歌手への仲間入りを果たす。道のく一人旅で1981年末の第23回日本レコード大賞ロングセラー賞を受賞し、同曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。最終的なレコード売り上げは130万枚を記録した。当時はテレビ番組の企画で無人の甲子園球場のマウンドでこの曲を独唱したり、さらに TBS テレビのザ・ベスト10では上半身裸でふんどし一丁の姿をさらけ出しながら歌唱したこともあった。歌手の杉良太郎、山本譲二が2019年8月1日都内で行われた知って肝炎プロジェクトミーティング2019に出席した。同プロジェクトは肝炎に関する知識、肝炎ウイルス検査の必要性を分かりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎の正しい知識を持ち、早期発見早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として2012年より実施している。山本は5月に大腸がんの手術を受けていたことを7月に告白、大きな衝撃が走った。それを受けて杉は今年からは肝炎だけでなくがん対策もやるようになりましたと幅広く肝炎やがんの検査を啓蒙していくことを明かした。杉は怖いもんだとつくづく思いましたよと明かす。話題を振られた山本は兆候はありましたと、昨年11月から腹部の痛みがあったが風邪薬を飲むと症状が和らぐ、それと同時に自分は酒が好きなもんですからそのまま夜の街に出て酒を飲むと調子が良くなる、痛くならないと反省した。5月に耐えられない激痛に見舞われ病院に行くと、検査したら即癌ですよ、もう癌ですかと宣告を振り返る。7センチの癌でした。もっと早く病院に行って検査していたら小さなポリープで済んだかもしれない、それを放っておくからダメだったと自らの行いを悔いると、世の若い弟様、中高年の弟様、ちゃんと検査に行ってください、行かないと大黒柱失格だと思いますよと忠告。次は怖いなと思う、私も明日ペット検査に行きますと話していた。山口県下関市出身の演歌歌手山本譲二さんは大腸がんを経験した。2023年9月8日に山口市で開かれたがん制圧全国大会での記念講演で山本さんが語った体験とは、山本さんは2019年5月大腸がんだと告知された。その半年ほど前から右の脇腹に痛みを感じていた。毎日のようにいたんだが、風邪薬を飲んだり飲酒したりしたら痛みを感じなくなる。
風邪の菌が腸に入ったのかななどと考え、妻が病院の予約をしてももう治ったと言って3回ほど受診を見送っていた。そうこうしているうちに激痛が走って受診、腸閉塞、閉塞が起きていて、その手術をした結果7センチほどのかなり大きながんだと分かった。今度はこれを切除しないといけない。以前は家族に俺はあっさり行くぞ、みんなに迷惑をかけずコロッと行くと言い続けていたというけれど、気持ちが変わった。孫はまだ2歳、成長をもう少し見たい、生きてやるぞと思うようになった。9月は日本対がん協会が定めるがん制圧月間、講演は協会などが主催する全国集会の一環で、医療関係者ら約400人が聞き入った。山本さんは2018年10月頃から右脇腹の痛みに悩まされていたが、風邪だと思い込み市販薬で痛みを抑えていた。約半年後、激痛に耐えかねて訪れた病院で大腸に7センチのがんが見つかった。7時間に及ぶ手術で大腸の20センチを切除。山本さんはがん発見前に妻の悦子さんが予約してくれた病院の検査を3回続けてキャンセルしたことを明かし、自分で判断したのがダメだった。半年かけて7センチのがんを育ててしまったと後悔を語った演歌歌手山本譲二がフジテレビ系バイキングに生出演。芸能界で相次ぐ不倫問題についてコメントした。番組では炎上騒動も起きた梅宮アンナの子育て論などについて討論。 MC の坂上忍からアンナちゃんの子育て論、芸能人ならではというかアンナ流というか、まあ譲二さんいろいろあっていいんですよねと話を振られたゲストの山本は、っていうか俺の歌はいつ歌えばいいのとボケてスタジオを笑わせた。ここで坂上が、歌はないんですけど逆に譲二さんに聞きたいことがあるとしたら、最近の不倫ブームってどうなんですかと芸能界で相次いでいる不倫問題について質問。山本は真顔で不倫は文化だからと答えたが、さすがにまずいと思ったのか慌てて椅子から立ち上がり、カメラに向けて両手でかけるマークを作り笑いながら、冗談だからと否定した。さらに、結局ね、不倫やるっていうのはね、奥さんもちょっと足らないところがあるよ、それとね、男の生理っていうのはと言いかけたところで微妙な表情になり、歌はねえのと話をはぐらかしてスタジオの笑いを誘った。多くを語らない山本だが、2015年5月アウト×デラックスに出演。妻に飛び蹴りを食らったエピソードを激白した。妻に悪いことをしたから蹴られるんですという山本、理由は浮気ですよと暴露した。絶対にバレていないと思って帰ったらバレとるんですよ、なぜバレたかは不明というが、妻に対して許してくれんのやったらわし出ていくけってと傲慢な態度を示したようだ。これまで浮気は3回見つかったよと口外し、2回目以降は山本が帰宅するなり妻が離婚届を突き出してきたと激白した。スター街道まっしぐらの山本が当時の歌番組でふんどし一丁姿で熱唱したのは有名。男らしくルックスの良さで女性ファンが激増し、女遊びも派手になっていったそうだ。男気あふれる山本ですが、共済家として知られています。演歌歌手の山本譲二が2024年2月1日フジテレビポカポカにゲストとして生出演。浮気の経験について語った。ゲストに対する勝手なイメージについて語るぽいぽいトークのコーナーに登場。 MC のフリーアナウンサー神田愛花から、ハニートラップはすぐわかるっぽい、経験豊富ですからと振られると、山本はハニートラップってどういう意味なのと不思議そうな顔をしてみせた。だって俺結婚してから浮気は一回も見つかってないからねと続けた。妻については、亭主関白になろうと思って結婚したんだよ、だけどね、年を取るとともに亭主関白じゃうまくいかない、やっぱり相手の人を本当に尊敬しないとそれが長く続く秘訣だと思うよ、あいつの言うことははいですからと明かした。現在は妻との二人暮らしだという。女房と二人っきりじゃん、俺が帰ってもお帰りもないから、もう自分でお帰りって言いながら寂しいですよと話した。またこの日は
山本の誕生日だというが、全然考えてないですよ、とつぶやいた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。